みたいで可愛いですね。いや背中から羽が生えているから本当に天使かも。<laughs> ご主人様可愛い？知らん。ダメですよお父さん。お父？女の子は可愛いって言われることでどんどん可愛くなるんですから。<laughs> ご主人様はフィーロのお父さん？違う飼い主だ。じゃあラフタリアお姉ちゃんは？ 娘みたいなもんだ違いますそんなことよりもそんなこと変身しても破けずに変身後には元に戻る服が欲しいんだがああそちらをご所望ですか魔法の糸はお持ちですか魔法の糸変身後に元に戻る服は本人の魔力で紡いだ糸で作るものなんですつまりオーダーメイド品ってことですかええー 魔法の糸さえあれば私が最高にキュートなお洋服を仕立ててみせます<お>魔法の糸ね確かにうちで紡ぐことはできるけど肝心の魔法の石が壊れてしまっていて今は無理なのそれ高いのか値段もだけど数が出回らないの困りましたね なるべく早く手に入れられるようあちこちに声をかけておくわ少し待っててくれるねえねえ<ん>これなに魔法の適性を見る水晶玉よピーロちゃんも見てあげるしばらくはこのままかピーロはかぜぞくせいはみんなふっ飛ばそピーロごきげんですねピーロ,フィーロ 主人様のいうばしょへやりのひとをみつけたらぜんりょくキックでおそらピュょ